ジョシュア・ジェイ・コラレスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身の、プロ野球選手、ウト右ミギウチ。メキシカンリーグのティフ・アラブルズ所属。2011年の MLB ドラフトで、シアトル・マリナーズに44巡目で指名され入団。2011年は、ルーキー級アリゾナリーグ・マリナーズでスタートし、リリーフとして、防御率0点内の高成績を残し、AA 級、 ジャクソン・ジェネラルズまで昇格。2012年は A 級クリントン・ランバー・キングスで37試合に登板し、4勝4敗にセーブ、防御率4.09の成績を残したが、シーズン終了後にリリースされた。2015年、社会人野球チームの三菱日立パワーシステムズ、横浜に2名のアメリカ人選手とともに入団。二千十六年三月十七日、 独立リーグ BC リーグの富山、GRN サンダーバーズに入団。主に中継ぎとして26試合に出場し4勝を挙げた。2017年も引き続き富山に在籍。8試合に先発登板し、6勝1敗、防御率1.06の高成績を挙げ、6月12日に東北楽天ゴールデンイーグルスと契約合意したことが発表された。 8月15日の対埼玉西武ライオンズ戦で初登板、初先発したが初回4失点など3回後失点で降板し、4回表に楽天が追いつき勝敗はつかなかったが厳しいデビュー戦となった。登板はこの1試合のみでシーズンを終えた。2018年はイースタンリーグ15試合に登板し、0勝4敗。 防御率2.66の成績を残したが、一軍に昇格する機会はなかった。10月29日に戦力外通告を受けた。その後11月13日に開催された12球団、合同トライアウトに参加したが、獲得に手を挙げる球団は現れなかった。2019年4月3日にメキシカンリーグのキンタナロータイガースと契約した。十九試合に登板し、 4勝3敗4セーブ、防御率3.68の成績を残した。2020年2月17日にティフアナブルズにトレード移籍した。ありがとうございます。